皆さんこんにちは、菊地亜美です。今日はですね、娘が今1歳5ヶ月なんですけど、その1歳5ヶ月の子育てっていうのを最近話してなかったので、ちょっとゆるゆるっと話していきたいなと思います。1歳5ヶ月になった娘は本当にね、やんちゃ、もうすごいですよ。で、私の今一番の悩みはちょっとね、見てもらっていいですか？こんな感じになっちゃっております。これが私の今の一番の悩みです。ここにあるテーブルとかピアノとかキッチンをよじ登って、この窓際に行き、本棚の後ろに行き、本やおもちゃを全部投げ捨てるっていう現象が起きてます。はい、見たでしょ？すごくないですか？もうね、これ1日に2、3回やるんですよ。で、ダメって言わない教育とかあるじゃないですか。でも私とかいっちゃんはダメっていうことを教えなきゃねっていうのを言ってて、ダメだよ、それダメって言ってるんですけど、もうなんかそのダメっていうテンションが面白いのか、わざと笑ってやるんですよ、何回も。だからもうどうしようもなくて、いずれはね、これはいいんだよ、これはダメだよっていうのを教えたいんですけど、今は多分投げ捨てるってことがもう楽しすぎてどうしようもならないから、もうこのままもうやらせようと思ってやらせちゃってるんですよ。で、今小亜美さんが寝てる間に私この YouTube 撮ってるんで、 YouTube 撮り終わったらもうね、私がお片付けしようって思ってるんですけど、小亜美さんと一緒にお片付けって言ってやることもあるんですよ。もう小亜美さんはお片付けの意味は分かってるんです。お片付けしてねって言ったら、おもちゃ箱に入れたりとか絵本を揃えたりはするんですけど、お片付けした後にまた出すっていう行為をするので、もうね、このぐらいひどい状態になった時は私がね、もうそそくさと片付けてます。いや、だから本当に子供の成長ってすごいなと思ったのが、小亜美さんは多分1歳5ヶ月にしてはめちゃめちゃ喋るのが早いとかそんなんではないと思うんですよ。全然まだ言葉もアンパンマンとか、あとバナナ見てバーマーマーとか、リンゴ見てアップとか、なんかそういう言葉で やらせていただいてるっていうか、そういう言葉が多いので、ママあっちとか、何々取ってとか、その二言っていうのはまだ小亜美さんは出てないんですけど、あとなんだろうな、結構手遊びが好きですね。トン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 ヒゲじいさんとか、大きなのっぽのじゃないや、なんだっけすいません、大きな栗の木の下でとか、そういうのはね、すごいマスターしてますね。なんか彼女自身がもう寝る時にそれをやるのがルーティーンみたいで、全然音楽とか聞かせてないんですけど、一人でトントントンワワワワワとか、本当は始まるよ始まるよ始まるよったら始まるよなんですけど、なんか小亜美さんはラリラリララリラリララリラリラったらラリラリラって言うんですよ。それがね、最近ね、彼女的にはハマってるみたいですね。あとはなんかすごいって思ったのは、結構童話系手遊びの歌とか絵本とかでいつも遊んでるんですけど、なんかなんだっけ、あいみょんの裸の心でしたっけ、あれタイトル合ってるかな、裸の心と、あと猫、ディッシュだっけ、あれ合ってるかな、やばい、どうしよう、私がさ、おばさんになってきてさ、もうタイトルと歌手の方のお名前がはやふやになってて申し訳ないんですけど、ディッシュの猫だよね、有名な猫の曲がすごい好きで、小亜美さんが。あと清水ミーシャさんっていうアーティストさんがいるんですけど、その方が歌ってる、なんだっけな、スターレナイみたいなやつ、ディズニーの曲を歌ってる方がいるんですけど、その歌が小亜美さん大好きで、その3つをねすごい聞くんですよ。なんか寝る前とかそれ聞いたり、あいみょんさんの裸の心聞いて、なんかちょっとすやすや寝たりして、なんかよくわかんないけどそこだけ大人なの。別に聞かせてたとかそんなんじゃないんですけど、清水美紗さんのディズニーの歌はつむつむっていうねゲームの広告がなんか入ってて、それで気に入っちゃって、そこからすごい見るようになったんですよね。あとはなんだろう、アンパンマンで言ったら、私違う動画で言ったかもしれない、うちそんなにアンパンマンをめちゃくちゃ見せてるってわけじゃなかったんですよ。なのにアンパンマンちょっと見せただけで、もう第一声でアンパンマンって言ったの。だから本当にアン
ママってすごいなって思いましたね。あとはやっぱりね、1日1回は外出ないともう厳しいですね。体力がすごく有り余ってるっていうのと、歩きたいがすごくて、でも歩きすぎたら抱っこで、抱っこしたら歩きたいのループだし、ベビーカーからも降りたいっていう時ももちろんあるし、家にいても外行きたいだし、スーパーの途中でも歩きたい歩きたいってベビーカーから出たりして、まあ、結構大変な時期なのかなって思いますね。そういう大変なことは日常茶飯事だと思ってるから、今こういう風にちょっと振り返ってみようと思ったら大変だなと思うんですけど、日常的に毎日毎日もう大変だ嫌だとはあんまり思ってなかった。今こういう風に喋ったら出てきましたけど、だからね、多分同じぐらいの年のお子さんがいるママたちは大変じゃないですか今で。ご飯も結構3食小網さんはしっかり食べる方だったんですけど、今は量は食べるんですけど、物によって何これって口から出したりとか、もうその時の気分なんですよ。例えばバナナはもうちょっと前までバナナの食感が嫌いだったみたいで全然食べなくなっちゃったんですよ。でもここ1週間ぐらいもうバナナ大好きで、もう朝起きたらバナナ1本食べるみたいな。1本は食べないかな、5分の4ぐらい、いや4分の3ぐらい食べますね。結構食べます。だったりとか、あとお味噌汁の具もわかめを入れてたんですけど、わかめもそのビーって嫌だって出しちゃう時もあれば、一つ一つ丁寧になんかすくって食べる時もあるし、ブロッコリーも大好き大好きって時はそのまま手で掴んで食べるんですけど、嫌な時はもうベって出したりとかしてますね。ちょっと前まで好きだったじゃんとか、ちょっと前までこれハマってたじゃんっていうのがいきなりダメになっちゃったみたいなことはよくあります。おもちゃでもそうですね。最近机と椅子をうちの母と父からクリスマスプレゼントってもらったんですよ。なんでサークルの中に入れてるんですけど、もう机と椅子に座るの大好きで、机には座らないんですけど、あの椅子に座ってなんかちょっとおもちゃで遊んだりとか結構一人でしてますね。まあ楽になったといえば、一人で遊ぶのもすっごい増えた。なんか私たちが言ってることすごい理解するようになったから、それはちょっと楽だなって思いますね。あとね、夜泣きについてなんですけど、夜泣きも1時間2時間泣くとかっていうのはないんですけど、うーんって言って夢の中で起きてる時に、もともとはベビーベッドで寝てるんですけど、大人用ベッドの私といっちゃんの間に入れて寝るっていうことも多くなりました。私たちは全然もう絶対ベビーベッドで寝かす、大人用ベッドで一回寝ちゃったら一人で寝れなくなるからダメとか、そういうのは全く思ってなくて、もう寝たいんだったら一緒寝ようみたいな感じだったんですけど、私がねもう一緒に寝たくなっちゃって、可愛いんですよ、もう本当に横で寝てる姿が。だから一緒に寝てる方たちはね、あの毎日そういう気持ちだと思うんですけど、それが可愛すぎて、もう毎日寝たい寝たい早く夜泣きしてくれって思うんですけど、泣いたら泣いたら大変っていうね、このループだよね、もうこれは本当に。ちなみに今全然関係ないけど、私が着てる服 GU とユニクロです。はい、てな感じで小網さんが起きる前に離乳食作ってお部屋片付けたいと思います。はい、コメント欄に何か質問などありましたら書いてください。ということで、以上1歳5ヶ月の娘の近況でした。バイバイ。